初期っていうのは本当チャイニーズのインフルエンスとかでもちろんダンスビートもだし、で僕のいろんなそういう過去のパストのいろんなジャンルが全部こう入ってるんですね。基本的にはその形って今でもあんまり変わってないと思うんですけども、うん、だけど現在の方がもう少しこうジャンル別にこうスタイルはね何通りかってすごくクラシカルなスタイルともう少しダンサブルなスタイルと、まあ、今分かれてきましたね。もう少し Ethnic Music のその影響っていうのはね、主としてリズムとね、センスオブリズムとあとは音色ね。で、自分で分析するに、なんていうのかな、音楽のストラクチャーは僕の場合とてもウエスタンだと思う。つまりこうハーモニーとかメロディーとかリズムっていうのはすごくコンサーバティブな。ストラクチャーなんですね。だけどもまあ音色とかリズムの面ですごくエスニックなものを取り入れているんですね。この間やったそのニュージオをメインにしたこうステージはね、あのコンサートはその主としてこうニューヨークから呼んだミュージシャンと、それから沖縄から来たコワイアと、それからチャイニーズのコートコートってなんていう の、 あのチャイニーズハープみたいな、あのそういうものを使ってすごく東京のステージにニューヨークとか沖縄とかチャイナとかいろんなとこから来た、こう集まっててアセンブルしててすごく面白いユニークな空間だった、うん、みんなそれぞれね頭の中に地図をねマップを持ってるわけね。それでそのマップっていうのはその人によってね歪んでるわけね。現実の地球とは違って、で僕のマップは例えば東京のすぐ隣にねニューヨークがあって、そのすぐ隣にねあのバーリーアイランドがあったりとかね、これすごく歪んでるのね、こうね丸くないんですね。